皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本玲奈です。はい、ということでね、今日はお兄ちゃんに彼氏ができたと報告したらどういう反応するのか検証していきたいと思います。イエーイ、パチパチ、みんなイエーイイエーイイエーイ。はい、ということで、まあね、私の彼氏になる方誰ですかっていうあれがあるんですけど、まあ彼氏なんて別に今いないんですよ。私欲しいとも今思う、まあ思いますね。欲しい、正直欲しいです。で、まあ欲しいんやけど、まあ実際いないわけじゃないですか。だからちょっと今日は妄想彼氏を作ってお兄ちゃんに紹介していきたいと思います。まあ顔は瀬戸康史さんとかをね、想像していこうかなと思います。じゃあ早速電話かけていきたいと思います。おはようございます。バイバイ。あれ、今ルナのオープニングが流れたと思うんですけど、今回の本当のターゲットはルナです。前回私がドッキリを仕掛けられたんですけど、逆ドッキリを思いついて、まあ、お兄ちゃんにも同じドッキリを仕掛けてみたらと提案したんですよ。で、事前に、まあ、どのお兄ちゃんに仕掛けるかを、まあ、聞き出して、まあ、伝えさせていただいて、まあ、お兄ちゃんにはそれより大事な話がある、お父さんの浮気現場に遭遇しちゃったんだよねっていうことをルナに伝えてもらって、ルナがどういう反応をするのかを見る逆ドッキリです。ではまあ早速ドッキリの様子を流すので最後まで見てください。はい、ということで早速かけていきたいと思います。いやー、やば、久々にお兄ちゃんに彼氏できたって言うんだけど、ちょっと電話します。あ、早っ。もしもし、あ、今いける？あのさ、まあ急やねんけど報告があって。何？まあ、お父さんにももうそろそろ言うんだけど、うん、彼氏できたんよね。そうやろ？え、ほんま、マジで、うん、今ちょうど4、3ヶ月とか。でもまあそれより、うん、えげつない話がある。それより。え、どういうこと？え、何する？あ、もう今え、なんなん、どういう系？ルナ聞いて怖い系？怖い系じゃないけど、うん、もうなんかどうしたらいいかわからん系。何、なんかやらかしたルナ？いや、ルナじゃない、ほんまにやばいで。え、レジニーがやらかしたん？ちゃう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 、お父さん。お父さん？お父さん。何したん、お父さん？今日さ、たまたまさ、うん、あの俺買い物行っとってやん、うん、このお父さんおって、うん、まあ、俺お父さん久々やったからお父さんとこ行こうと思ってんけど、うん、お父さんとお母さん二人でおると思っとって、うんうん、ほんなら全然知らん人やったやん、女の人。やばない？俺だから声かけへんかって。マジで？うん、でも俺とお父さんに言った方が、お母さんがお父さんに言った方がいいかなと思ったけど、どうする？ってやった。ルナがそれ見たら普通に、え、でも お母さんに言えんくない？それは。だって言ったところでさ、うん、それで別れられたりとかしたらさ、困るやん。だから、そうやん。やばいな、思って。え、お父さんに言うの？え、やばいやろ。え、キレられそう。そんなんやばない。うん。え、で、お父さん、え、ほんまにお父さんやった？はい、絶対お父さん。髪の毛なかった？お父さん。やばない。え、絶対ない。だってあんなラブラブやのに。まあ嘘やねんけどな。嘘？まあ嘘やねんけどな。ドッキリです。え、なんだ、ドッキリなんこれ。え、嘘やで。え、てかこれさ、誰かに聞いてた？ルナのこの話聞いとったで。ルナのマネージャーさんから。やっぱり顔なしちゃん。うわ、やば。だからずっとさ、顔なしちゃんにさ、なんかそのお兄ちゃんにさ、いつ電話すんのとかさ、ああ、めっちゃ詳しく聞かれたのよ。引っかかった？引っかかるわ、普通に。え、だから、そう、やばいよ、普通に。だからカメラさ、あの、つけてたのね、その、今ずっと。で、切ろっかなと思ったけどさ、なんか、切っていいものなのかわかんなくて、ずっとつけたんやけど、普通に。逆に、それはほんまやったら、俺家乗り込みに行こう。まあ、そうやな。乗り込みして、その場所行って、何してないよ。まあ、そうやな。まあ、お父さんありえへんわ、そんな。いや、よかった。そっかそっか、こんななんか、ドッキリまでやってくれたんや。
ありがとう。いいよ。ああ、そっか。じゃあまた連絡するわ。うん。うん。また気をつけて。はい。うん。バイバイ。え？待って、普通にちょっと待って。整理つかへんねんけど、ちょっともう川梨さんに電話しよう。どういうこと？ルナさ、なんかその、ずっとこの動画をさ、川梨ちゃんからさ、その企画を提案されてて、なんかもう、トークで撮れるもの撮ろうって言われて、これが出てきたのさ。で、川梨さんがずっと、いつ撮る？とか、なんか、すごい、どのお兄ちゃんに電話かけるの？とか、めっちゃ聞いてきてたの、詳しく。裏を返せば、そういうあれだったんだなってめっちゃ思ったよ。すごい、なんか、騙されたな、ルナ。あ、待って、川梨ちゃん今電話出れるって言われた。あ、かかってきた。もしもし？もしてかさ、今さ、うん、そのレジ兄に電話かけたのさ、企画で。うん。だから川梨ちゃん仕掛けてたでしょ。バレた？バレたじゃないよ。ルナさん、本当になんか、あ、これ企画ならんなと思って、動画止めようとしたのさ。うん、でもなんか、そのまま、つけてたからさ、よかったけどさ、これルナ、ここで消してたらもう企画もなんもなかったよね。真剣に話聞きそうなと思う。いやー、もう。いや、ちょっとなんか、いつものドッキリじゃなくてあれかなと思って。え、なんで、すごくない？だって、お兄ちゃんとさ、連絡取ってるとか思わんや、そこの経由で。そうだよね、そう。ちょっとお兄ちゃんに協力してもらった。いや、マジでびっくりした。よかった。うん、じゃあ、また。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ。まあね、皆さんもね、本当に人を信じる心はいいけど、まあ、騙されないように、皆さん気をつけましょう。あとね、お父さんとお母さんはね、絶対そういうことしない。結婚してさ、子供いてさ、浮気はしなくない？いや、わからんけど。まあね、ルナのお父さんとお母さんはしないって信じてるので、これからも、信じまーす。やば。ということでね、この動画は終わりたいと思います。私のドッキリね、失敗だったんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。